見て、さっきの動画とこっちの動画どっちが聞きやすいかなっていうのをね、ちょっとテストする動画載ってますので、よろしくお願いします。さっきのね、動画は背景にポコ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 っていう音が流れるんですけど、こっちは波の音なんで、ちょっとね、あの CC いっぱいあるんでね、新しく変えたマイクがいろいろ拾ってしまうんで、よろしくお願いいたします。どっちがいいかはね、ちょっとこれで見てみようかなと思ってます。おばっちゃん、またなんかニュースある？あやま、乱暴な進め方嫌いじゃなくて、じゃあ何かいいニュースあるかしら。政府は税収増の一部を国民に還元するために、所得税などを定額で4万円減税し、非課税世帯には約7万円を給付する案を検討しています。自民党内では所得税の減税には法改正が必要であるため、効果が出るまで時間がかかるなどと否定的な意見が多く、法改正に対する懸念の声が出ています。仮に減税が実施される場合、それがいつ実施されるかは未定で、来年の夏頃の予定とされています。所得だけでなく、試算に基づいて課税や支援を考えるべきであるとの主張も一部の議員から出ていますが、選挙対策です。もう一度言います。その声は選挙対策です。一般の声では、所得で見るんじゃなくて資産も見てくれよ、たんまり溜め込んでる老人に金配っていつもの選挙対策じゃん、など高額の資産を保有する人々にもばらまくのにカチンと来ている人も少なくありません。所得税の減税はやりたい、減税が終わるタイミングで防衛費などの増税をやる、国民には減税終わったから税が戻ったと錯覚させ、実は増税されているって仕掛け。このコメントをした2チャンネルの方、ズビシです。ほんと増税メガネもそうだけど、自民党議員の9割はしでくれないかな。は？来年？だってその間いろんななんか税率上げてればさ、ね、所得税下がろうがっていうことでしょそういうこと？だって他いっぱいガンガンこれから上げる予定なの、その調整も入ってんでしょ、いろいろ上がるじゃん。で、所得税は下げましたよって今困ってるのに、物価高で物価高で困ってる時には何もしなくて、もう今からさやっちゃったらさ、ねえ、それで下げないけど下げますとかって、もう選挙直前で多分言うから、どこの議員も覚えたらてめえらっていうね気でみんないますよ。おばちゃんなんか巻き舌になってたよ。だってこれだけ怒り溜まってたら、お前覚えたらてめえらっていう覚えたらてめえらって言えばいいの。それなんか言葉が丸まってるって、てめえらって言う、てめえらてめえら。介護業界での人材流出が問題となっており、厚生労働省の分析によれば、2022年には離職した人が新たに働き始めた人を上回り、介護職に従事する者が前年より 1.6% 減少したということです。他の産業での賃上げやより良い待遇を求めて介護業界から転職する人が増えているようです。この状況に対応するため、政府は月額6000円の賃上げ案を検討しているようで、増税クソメガネがこの案を表明しました。しかしこの提案に対しては賃上げ幅が不十分だと感じる人々もおり、介護職の過酷な労働条件を考えるとさらなる賃上げが必要であるとの意見もあります。ぶっちゃけゼロが一つ足りないんじゃね。介護職は身体的にも精神的にも非常にハードで負担の大きい仕事であるため、賃金や待遇の改善が求められています。武見敬三厚労省も批判されてるけど、介護職員の賃上げは6000円が妥当とほざき、
介護職はきついのでゼロが一つ増えてやっと考えられるレベルという人もいるのに何のんきに。しかも管轄の厚生労働省がこんなこと言うとんねん。消えろカスが。賃上げ案については様々な意見があるでしょうが、介護職の価値を認識し適切な処遇を提供することが介護士の確保と業界の安定に向けた重要なステップとなるでしょう。やはり武見敬三厚労省は変えんとあかんわねと今回のことで確信しました。こいつなんも分かっとらんわね。介護業界の人材が流出しちゃったじゃん。それを止めようとしてさらに流出させてどうすんのよ。え、でも6000円は上がるんでしょ。だから上げるって言って中身見て6000円、あ、もういいわっつってまあ確かにそうなるね。舐めてるも6000円で厚生労働省もこれ言っちゃってんだよね。一番守らなきゃいけない厚生労働省が何言っとんの。いや、もう厚生労働省ダメだと思う。犬の運をいっぱい食わさせた。ねえ、散々お世話になってんじゃん。ねえ、介護関係とかの天下りさせてもらって。おばちゃん。ガチダメなの。それで海外の人から来た？研修生とかには手厚い補助とかいっぱいついてんでしょ。フィリピンの人がいっぱい来たでしょ。で、なんで研修制度受けて。で、日本に定着して就職したの何パーか言ってみなさいよ。4パー切ってんだから。4パー？それでも何百億とか使ってもバカじゃねえのと思って。バカして、ブイブイ行くじゃん。いや、ほんとバカだと思って。4パーよ。で、その4パーも残るかどうかわかんないの。税金だだ捨てて、その金あったらさ、今介護大変なんだね。精神的にも、肉体的にも。ね、そういう介護をしてる、まあ、従事者の人たちに、ねえ、補助金とかつけてあげないと。ねえ、もう散々お世話になってんじゃん。ねえ、介護関係とかの天下りさせてもらっていく。おばちゃん。国際通貨基金が日本の名目国内総生産が2023年に世界3位から4位に転落し、ドイツに逆転されると予測しました。この予測は為替レートの変動や物価の影響など経済要因に関連しています。また日本の低成長が続いていることもこの結果に影響しているでしょう。経済規模が国際的な発言力につながるため GDP の順位が下がることは日本の国際的な存在感に対する影響が低下する可能性があります。経済の動向は複雑で、経済政策や国際的な状況、為替レートや他の要因によって変動するため一時的なものかもしれませんが、どんどん国力落ちていくじゃねえか、こら自民党。消去法で自民を選んだ結果がこのざま。来年はインドにも抜かれるのは間違いないわ、などの声などが SNS などで飛び交っています。どうすんだマジで自民党クソが。これも自民党のおかげです。え、これもっていうかコロナ禍でも減税しなかったし、ね、企業優先でもう市民はねえ税金ガンガン上がっても苦しい中、まあそれは GDP 下がるね。いや、もうほんとね、何とんのよいや、もうほんとにね、自民はダメだと思う。自民党はさ、どうせ俺らしか入れるとこないだろうって強気でいるじゃん。おばちゃんね、その改善策っていうかね、なんかいい案あんのよ。え、何？あの、YouTuber とかさ、まあおばちゃんはちょっと仕事があるしさ、まあ、家庭があるからできないけど、ちょっと時間ある YouTuber でさ、そんなにあの、登録者数いないしいるじゃん。そういう人たち無所属で出てみたら？あー、でも政治のことわかんないんでしょ？でも何もしない分、なんか余計なことするよりはさそう言われてみればだって、よく考えて今のさ、自民党の議員よりもさ下手したらヘズマで言うのも何もし、あ、でもなんかするか。ヘズマじゃダメだね。じゃあ誰なんか、ね、悪さしなそうなさ、まあ普通の人で、まあよくわかりませんって人でも害がない分。そう考えると確かにあの YouTuber とか TikToker とか、まあ TikToker か、悪の巣窟だからね
いやーでもまだ今の自民党よりはもしかしたらマシかもしれないのよ。だってこの現状を見ても減税しようっていう姿勢さえ見せないんだもん。選挙の時だけよ減税しますって。こいつらだけは本当ただしちゃしますよね。総務省が楽天モバイルにプラチナバンドの割り当てを発表しました。プラチナバンドは700から900メガヘルツの高帯域な周波数帯域で、その特性から広範囲に電波が届き、建物内でも信号が強くつながりやすいとされています。そのため携帯電話会社にとっては非常に価値のある帯域です。楽天モバイルは NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクなど他の主要な携帯電話事業者と同様にプラチナバンドの割り当てを求めており、競合他社と同じ帯域を利用したいという要望をしていました。他の主要な携帯電話事業者からプラチナバンドを再割り当てる議論も進行していましたが、これには高額な再割り当て関連コストがかかることから各社が反発していました。割り当てを申請したのが楽天モバイルだけであったため、総務省は楽天モバイルの財務基盤などを確認する絶対審査を実施し、要件をクリアしたことで割り当てが実現しました。NTT ドコモの提案した 700MHz 帯の 3MHz 幅の帯域が新たに見つかりました。この帯域は以前は特定ラジオマイクや高度道路交通システムで使用されていましたが、電波の干渉対策を施すことで共用が可能と判断され、楽天モバイルに割り当てられることになりました。楽天モバイルによるプラチナバンドの割り当てにより、携帯電話事業の拡大が可能になり、競争が一層激化する可能性があります。ただし、新たに割り当てられる帯域は 3MHz 幅で制約が多いため、課題も存在します。他社は 50MHz だけど、3MHz、ここが未来への壁ね。それにしても楽天ってもう赤字がとんでもない金額じゃない。まあなんとか、まあ、プラチナバンドって言えば楽勝っていうこの舐めがベータく来ると思うわよ。めっちゃ赤字でしょ。だから中心品質改善のために値上げは必ずすると思う。で料金高くなってそれでも人が来るかどうかに、あと楽天の魅力、やっぱりあのホームページ見にくい。それで通信の話にあまり、あまでも通販よ。え、通販と通信ってなんか意味違うの？とてもね大好きなバンドのとても大好きな方がね亡くなってしまったということで、今回はねもう今日はこれで終わりにしたかなと思います。心よりのご冥福をお祈り申し上げます。桜井敦史さんが脳幹出血で10月19日午後11時にお亡くなりになりました。彼はバンド爆竹の一員として多くの音楽ファンに愛され、その音楽と才能で長い間注目を集めました。享年57歳という若さでの訃報は多くの人々にとって驚きと悲しみをもたらすでしょう。事務所の発表では、皆様へ、爆竹のボーカリストとして多くのファンに愛され続けていた桜井敦史が10月19日 KTZEP 横浜にてコンサート中に体調不良により病院に救急搬送されましたが、令和5年10月19日午後11時9分脳幹出血のため息を引き取りました。57歳というあまりに早すぎる旅立ちでした。葬儀はご遺族の意向により近親者にて家族葬として執り行われました。葬儀後の発表となり、皆様にご報告が遅れましたことを深くお詫びいたします。個人の冥福を祈りつつここに謹んでお通知申し上げます。なおご弔問およびご香典弔電ご供華などのお気遣いは固く辞退させていただきます。何卒ご理解をお願い申し上げます。
今年デビュー35周年で精力的に活動を行い、9月には故郷群馬音楽センターにて35周年を締めくくるコンサートを行いました。そして36年目をポミしめた矢先でした。あまりにも突然のことに未だ信じられない思いがいっぱいで気持ちが混乱しており、メンバースタッフともに言葉に表すことができないほどの深い悲しみです。後日ファンの皆様と故人を偲ぶ場を設けたいと思っております。現在発表されておりますコンサートに関しまして、主催者およびコンサートを楽しみにお待ちいただいていたファンの皆様にご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。これまで桜井敦史を応援していただいたファンの皆様、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。令和5年10月24日有限会社バンカー爆竹、桜井敦史さんの音楽と芸術に対する貢献は彼のファンや音楽業界全体にとって大きな損失であり、彼の遺族と関係者に心からの哀悼の意を表します。私をものにしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。